私ジンアスカ、お父さんはジン仮面ファラオ、そして私は仮面天使ロゼッタなんだ。このことはうちのお母さんにも秘密。辛いこともあるけどジンアスカ頑張ります。すっかり朝になっちゃったよ。お父さんこれから出張なんだ。あ、私はもうすぐ期末テストだ。お互い大変だな。ほんと、こんな時ぐらいデュアトスも休んでくれればいいのに、これじゃもう勉強できないよ。アスカ。うん。お父さんなんだったら出張やめてもいいんだぞ。え？ロゼッタだからって学校の勉強おろそかにしちゃいかんからな。ううん、いいよそんな。大変なのはお父さんも一緒でしょ。だからお父さんは安心して出張に行ってきて。そうか。時間に二人でどこ行ってたの？いや、どこってあの。ジョギング。あ、そう、ジョギング。アスカがほら、ダイエットって。ほら、ダンベッチだけでやっぱダメみたいだからね。お父さんもこんなにお腹出てきちゃってるし。ちょっと出てきたかしら。アスカちゃんも。もう一周してくれば。あ、牛乳買ってきてね。私はもう一眠り。おやすみなさい。徹夜でテスト勉強したね。うん、まあね。やるだけ無駄無駄。慣れないことすると体壊すよ。ほんと体壊しそうだわ。さあさあ、皆様集まってください。今話題、このブラジャーはただのブラジャーではございません。名付けて痴漢撃退ブラジャー。ただいま特許申請中の優れものでございます。もしもエッチな痴漢が胸を触ったら。何すんのよエッチ。どうですお客さん、これで電車で痴漢にあっても大丈夫。あ、おばあちゃん、お嬢さんにどうですか。いろいろありますよ。おばあちゃんの垂れたおっぱいにも大丈夫ね。今井さんのところのお嬢さんね、夜中に試験勉強してるうちにいなくなっちゃったんですって。ふん。それで未だに行方不明。
きっと勉強のしすぎでノイローゼになっちゃったのね。かわいそう。でもね、お母さん安心しちゃった。アスカちゃんに限ってそんなことないものね。お勉強のしすぎでノイローゼだなんて絶対にありえないもの。絶対に。よかった。おかわりは？ごちそうさま。まったく失礼しちゃう。私だってやるときはやるんだから。美味しいコーヒー入れたわよ。ありがとう。あら、少しはやる気になったみたいね。もう気が散るから出てってよ。はいはい、頑張ってね。うん。でも大変よね、アスカちゃん。学校とヒーローと両立させなくちゃいけないんだもの。そうなのよ。え？お母さん鼻が高いわ。娘がお面天使ロゼッタだなんて。頑張って、デュアトス倒してみろ。お面じゃないの、仮面。仮面天使、仮面天使ロゼッタ、ロゼッタ、ロゼッタ。夢、はあ、え、何も書いてないし全然やってない、はあ、やんなきゃ。こんなにあるよ、はあ、勉強勉強。全然わかんない。ラブ&ピースさ、みんな勉強なんかやめちゃってさ、おいで。将来なんて関係ない、今が楽しけりゃいいさ。イエイ。さあみんな出ておいで、楽しいことしよう。ラブ&ピースさあおいで。よく来たね、僕の可愛い餌たち。ラブ&ピースさみんな、ラブ&ピースさおいで、ラブ&ピースさおいで。
ねえ、知ってる？昨日ね、1年生で行方不明になった子がいるらしい。夜中までは確かにいたんだけど、朝になっていなくなってたんだって。なんか最近多くない？誰々がいなくなったとかさ、行方不明とか、うん、あ、そういえば近所の今井さんとこの子もいなくなったってお母さん言ってた。なんか勉強のしすぎでノイローゼになったんだって。やだ、私もノイローゼになったらどうしよう。絶対ないから大丈夫。なんだこの野郎。あ、今晩さ、みんなでアスカンチでテスト勉強しない？あ、いいよ別に。え、私はいいよ。あんたね、期末テスト明日からなんだよ。そんなん分かってるよ。今夜ぐらいやんなよ。やだ、やれ、やだ、やれ、やだって、やれ。もう人のお弁当の上でやんないで。JT と SO。 夏美、ちょっと勉強しに来たんでしょ。これ読んだらやるから。もうじゃあさ、静かにしててくれない？緑みたいに。緑何聞いてんの？ボミット。そう、私も聞く。何すんのよ。はいはいはい、もう一つあるから。何しに来たんだか。家帰れ。今私だけいい点取ってやる。もう誰よこんな時間に。近所迷惑よ。あ、コンビニ行くならさ、ジュース買ってきて。あたしポテチね。どっから聞こえてくるんだろう。あの人がギターを？うわ、なにこれ。間違いなくその子のだった。それと最近やたらに多い行方不明の女子高生たち、これって絶対関係あると思うんだ。きっとデュアトスじゃないかって。いや、まだそうと決まったわけではないだろう。誰かのいたずらかもしれないし。それよりアスカ、明日期末テストなんだろ？大丈夫なのか？え、あ、いや、それは、ねえ。とにかく、今はテストに集中しなさい。はい。じゃあ、おやすみ。さ、勉強しなくっちゃね。
ってらっしゃい。いただきます。テスト頑張ってね。ファイトよ、ファイト。全然わかんない。ねえ夏美、これさ、これなんていうの、これ。あー、もう話しかけるからせっかく覚えてたのか忘れちゃったじゃないのよ。どうしてくれんのよ。ねえ、そんな私に怒んないでよ。だから昨日のうちにちゃんと勉強しとけばよかったのに。夕べのギターの音だ。テストなんて受けなくていいんだよ、そんなのただの紙切れさ。ラップ&ピースさ、I want you。 新鮮な餌が食べたくなる年頃なわけで、ラブアンドピースさを入れ。テストやめた。やめたやめた。ちょっとどうしちゃったの二人とも。ラブアンドピースさを入れ。こっちだよ。もうどこ行くのよ。もう夏美、もう緑、ちょっと、もう何、どこ行くの。テスト始まっちゃう。あ、もう緑、どこ、ここも待ってよ。ラブアンドピースさおいで、ラブアンドピースさおいで、ラブアンドピースよく来たね。さあこっちへおいで、僕のかわいい餌たちよ。もう我慢できない。やっぱりあの人デュアトスだったんだ。当日に現れなくてもいいじゃないよ。よし、3分で倒せば間に合うか。ごめんね。よいしょ。やっべー。
やっばー、私もテストじゃん。もう私の出番はなかったな。あ、行こう。急いで出張先に戻らなければ。アスカ、テスト頑張れよ。私の家系は若い男だったから、こういうの下げなんて言うのかしら。もう見た、りょうくんの裸綺麗よ、りょうくんの体。